どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリ、インボーク、駆逐、タタラを駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこんな感じです。今回はオールを軸とした、パーティーにしています。熟練度を 100% にしました。で、武器強化もマックスまでしています。なんでこれが最終的なステータスで、今回特攻が乗っているので、まあこんな感じですね。かなり、強いんですけど、アタックポイントが21になってますね。で、武器耐久値も7に、上がってます。これ普段なら5なんですけど、まあまあまあ普通ぐらいかなになったんですかね。まあ捜査官だとね、10超えてるやつとか多いんですけどね。で、死神にも今回特攻がついてますね。こんな感じです。普段こいつアタックポイント何もなんだっけ、12とかだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあこんな感じでやっていこうと思います。では行きましょう。まあ右下にカネキがいるのとか、左下にアモンがいるのとかはまああんま関係ない。いつもみたいに前衛の3人と、まあ後衛のエトぐらいが、重要になってくるんじゃないかと。じゃあ行きましょう。まあとりあえず全員スキルは打てるだろうな、ブレイクしたら。うん、いいでしょう。まあとりあえずオールに試さす感じで。1ターン目で打てたらいいけど、まあ打てないだろうなという。1ターン目というか、シフト1回も使わずにか、シフト1回も使わずに打てたらよかったんだけど、やっぱそれはちょっと無理があったな。まあエトのスキルも貯めたいし、こんな感じでね。で、スキル打って相手を出血状態にしていきます。これで流血状態の敵に対して、いくら出るんだったかな、何歩倍率 1.8 倍だったか 1.5 倍だったか忘れ、いやブレイクバーストで 1.8 倍なのか、ブレイクバースト 1.8 倍になるから流血 1.5 倍な。とりあえず死神打って、初見ではないんですけど、まあやったも初日なんであいつが何してくるかとか分かんないですね。でガチガチの防御固めるパーティーで行ったんで、火力やば。最初の方20万6000何歩出たな、一発が。火力やべえな。とりあえず普通にやっていきますか。で、このターン、あ、しくったな。あ、でもあいつ武器耐久値回復してないからまあいいや。武器耐久値回復したら、まずオールをまずアタックポイント切れさせて、エトと交換して死神でブレイクしてみたいな、そういう感じでエトのスキルを打たせましょう。そう、あいつ何してくるかマジでわからん。月山の方はね、厄介な防御力ダウンをしてくるんですよね。なるほどね。OKOKOK。ここであいつの攻撃力を下げていこう。危ない。サイコ死んじゃちょっとやだよ。死神避ける。んで、まずオールね。オールを使い切ります。んで、使い切ります。あ、まああれか。こんなことしなくても。溜まったのかな、この倍数気にしてやってたら。まあいいや。で、死神でブレイク。で、エトのスキル打っていきましょう。いや、さっき見たけどあれだわ、俺このエト熟練の 100% だけど、武器耐久じゃないわ、あの武器強化回数が9だわ。上げようと思ったんだけど忘れてましたね。アンド出国。もうあれだよね、オールの迂闊が飛んでいくときのエフェクトがさ、すげえ綺麗だよな。なんか黒いキラキラが、キラ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 みたいな。なんかその死神配線の方はなんかね、上からズドーンってやってこう噴火みたいになるエフェクト、わかる？
竜巻みたいなのが舞うじゃん。なんか新しいエフェクトだよ。ここどうしようかな。まあとりあえずオールでやるか。これ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 、この黒いさ、ギャラ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 ってなるのがすごいスコです。個人的に駆逐でお願いします。なんかオール見てると本当死神廻戦の火力がね、いやー火力高いと思ったんだけど、実装された時あーギリギリ打てなかったか。まあいいや。でとりあえず、あ、右下の金木も、まあ一応こいつはね、ハグネを出すと防御力を上げれるんで連れてきてたんですけど、まあハグネ出す前に終わりそうですね、あいつの攻撃見てる感じ。サイコの後ろに置いてるっていうのもな。まあ、とりあえず全員生存ルートでいけるんじゃないかな。いやーオールマジで強いっすね。まあこれあのタタラ VS オールのさ原作再現をこうできてるんじゃないだろうか。なんとかお願いします。まああいつは各ジャーになってないけどね、まあ、なんとかできてるんじゃないだろうか。これもう一回あれだな、オールのスキル打てるな。出荷で、おおすげえすごい火力なんだが、でこれで締めと。はいラスト。死にたがりか君。よし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 。まあタタラの方は余裕ですね。まあ多分みんなが負けるとしたら月山の方なんじゃないかと思います。ちょダメージレポート見ていこうか。まあオールがダメージ出るように立ち回ったからな。圧倒的だな。死神ハイセの4倍は出てるな。4倍は出せてると1100100万10万100万3700万か。まあもっと出そうと思ったらね、バフとかかければ他のキャラも出せるんじゃないだろうか。これ時々コメントで来るんですけど、なんかなんだっけ、駆逐のさ、ブーストはかけてないんですよいつも。まあなんで、まあ A クリアしたい人はね、初心者の方とかで A クリアしたい人は戦術のまあブーストとか使ってもらえば、まあ簡単に勝てるんじゃないかなと思います。防御力ブーストね、あったよね防御力ブースト。使ったことないからあんま分かんないけど、はい。ということで、今回はですね、まあ、こんな感じで、まあ、原作再現と言っていいのか分かんないけど、そういうことね、オール軸に戦いました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。